こんにちは、しんのじチャンネル、しんです。いや、今日とってもこれいい天気。昨日の夜はね、雨降ってたんですよ。ちょうど11時ぐらいからかな、降り出したのは。でも朝の6時にはもう晴れてました。で、ここは七尾市の佐野町というところ、城山、七尾城址跡の山、こちらの方の、県道かなになります。ここを走って、少し山の方上がってみようかなと思うんですけれども、今回ですね、ようやく タイヤを変えました。このミシュランのトラッカーっていうタイヤですね。一応こういうブロックタイヤなんですけれども、公道走行可能ということなので、今までね、ロードタイヤ履いてましたので、初めてのね、オフタイヤということで、どんなものなのか、ちょっとこの辺走ってくるまでね、舗装路走ってきましたけれども、やっぱりね、舗装路の接地感は全然ないですね。こういうブロックタイプで、こういうふうに、センターにこういう大きいブロックがあるんですけど、ちょっとね、これ、ほら、こういうふうにね、柔らかいですよね。なので、結構ね、後ろぐにゃぐにゃした感じ。で、逆に、前。前はこういう小さいタイプで、リアよりもさらにこう、ほら、柔らかい感じでしょ。だから、結構ね、フロントも、倒し込むとぐにゃっと倒れて、で、あとなんか、ぐにゃ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 してる。そんな感じですね。これぐらいの大きさのブロックタイヤで、アスファルトをね、設置してる面積全然ちっちゃいんで、これはしょうがないかなと思います。で、ちなみに、サイズがですね、フロントが80、100の21ですね。で、リアの方が、120の90、18。これを入れてあります。ただこうやってね、見た目、オフ車っぽくなりますよね。いい感じです。で、特に後ろがね、結構いかつい。で、一応ね、これ結構ですね、幅広タイヤなので、このチェーンのね、カバー、ここ結構ギリギリなんですよ。もうね、数ミリぐらいしか、ここのね、隙間、ないんです。一応ね、当たってる跡はないんで、大丈夫かとは思うんですけれども、ギリギリという感じですね。で、あと、フロントのこの、ガード、ここはもう全然ね、余裕です。ということで、120の90、18を入れても、別段問題はないということですね。で、ちなみに足つき。今日暑いな、汗出てきたよ。足つきの方は、ロードタイヤとね、ほとんど変わらないぐらい。若干、ブロックの分高くなったかなというぐらいで、ほとんどね、足つきは、この、ブーツ履いてれば、私182センチなので、足つき性はね、両足べったりと、いう感じです。あとはこのアスファルトはね、グリップとかはもちろん期待してませんので、砂利道どうなるのかなということも含めて走っていきたいと思います。で、ちなみに今、9099キロですから、だいたい、どれくらい、ライフ的なものあるかと。ロードタイヤよりもね、さらに、減りはね、早いと思いますので、だいたい、2000キロぐらいかなとは思いますけどね。で、ちょうど昨日その雨降ってたというのもあって、この辺日陰とかはね、結構こう濡れてるんですね。なので、ちょうどね、このスリッピーな感じ、こけるの嫌ですけど、どんな感じなのかっていうのもね、
まあ、アスファルト用の、まあ、そのロードタイヤ履いてた、そのロードタイヤでのこういったアスファルトの路面、それのグリップとこのブロックタイヤのグリップ感どうなのかという、まあ、比較の方もしていきたいと思います。まあ、とりあえず今この動画に関しては、まあ、大体この前半ということでこのアスファルトをね、走ってみたような感じ、それをお伝えできればなと思うんですけれども、ちょっと濡れたところ、あんま変わんないかな、あんまり変わらない感じかな。まあ、そんなに倒してませんのでね。で、さっき言ったようにね、そのアスファルトのグリップ感が全然ないというのもあって、もうある意味ね、今までよりもアスファルト、スピードはね、ゆっくりめになりますね。で、ロードノイズものね、結構こうってね、やかましいんですよ。なので、必然的に、まあ、アベレージスピードっていうのはね、下がってしまいますね。まあ、ある意味安全運転でいいんですけれども、スピード出す気にならなくなるというのはこのオフタイヤということですね。まあ、とりあえず今のところ、まあ、そんなに、これぐらいのスピードだったら、グリップ感っていうのはちょっとやっぱりロードタイヤとはね、もちろん癖はありますけれども、そんなにね、いきなり滑ったりとかそういう感じはしないので、まあまあいいのかなという感じです。もちろんこのブロックタイヤはね、この CRF 買って初めてになりますので、まあね、私自身そのまあブロックタイヤオフタイヤはね、まあ初体験と言ってもいいぐらいですから、オフタイヤでの比較、オフタイヤ の, メーカーとかね、商品の、ね、違いっていうのはもちろん比較はね、まあ、全然できないですけれども、まあ、単純にこの本当に素人がね、オフタイヤ変えたらどう感じるのかということをね、お伝えできればなというふうに思います。まあ、実際こう今こう緩いカーブなんかでもこう立ちが強い感じですよね。なんかブロックがねぐにゃって曲がったのをこう戻そうとしてる、ゴムがね戻ろうとしてるような、まあそんな感じなのかな。倒すとくにゃっとなってくにゃっと立ち上がるということと、まあこうやってハンドルこう曲げてると、まあ、セルフステアっていうかね、もう切れ込もうとこうしてってますね。だからそれだけフロントのこのブロックの柔らかさがこのハンドリングに出てるっていう、まあ本当にそんな感じですよ。ぐにゃ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 した、まあそんな感じ、しっかりグリップしてるっていう感じは受けないですね。まあ、それに比べてリアがね、フロントよりも若干ですけれども、まあ、固めなので、まあ、フロントに比べると後ろはしっかりしているような、まあ、そんな感じもします。まあ、なんせフロントがねすごい柔らかいんで、前の柔らかさがねすごく気になるタイヤですね。はい、で、もともとこれミシュランの AC10 の、まあ、後継モデルということで、まあ、2019年に出た、まあ、新しいタイプのこのオフタイヤになりますね。 AC10 も公道走行可能ということだったんで、本当にこれ後継モデルとなると思います。で、 AC10 はねカタログなんかにオフロード練習用とかって書いてあるんですけど、今回このトラッカーに関しては練習用とは書いてないんですね。だからまあどっちかっていうとこう、まあ、本当にオフタイヤ、気軽に楽しめるオフタイヤというようなことになるんじゃないかなというふうに思います。
で、そうお話をしているうちに、まあ、ちょっとフラットダートのところまで来ましたんで、ここちょっと行ってみようかなと思います。